めた。異常なし。全システム正常に稼働。これより潜水艇の遠隔操作を開始する。シナルクルーの諸君、こちらはネオだ。騒音な海底の世界へようこそ。神秘に満ちたこの海には高度な進化を遂げた知的生命体が存在するかもしれん。諸君の任務はその謎を解き明かすことだ。マニュアルサーチライト点灯準備完了。よろしい。潜水艇の諸君、サーチライトは手元のレバーで操作できる。最新の注意を払って探索に当たってくれたまえ。慎重に調べるのだ。いかなる異変も見逃してはならん。諸君の発見が人類に新たな知識をもたらすかもしれぬ。まもなく限界進路です。よろしい。ゆっくりと浮上させよう。船長、潜水艇防御装置が作動しました。このままでは潜水艇が危険です。何かに襲われているに違いない。全速力で通過させるのだ。捕まれているようです。動きません。電圧を上げて撃退しろ。船長、潜水艇のパワーが急激に低下しています。どんどん沈んできます。何だと。メインパワーがオーバーヒートしそうです。船長、バックアップに切り替わりました。よろしい。潜水艇の位置を特定できるか。いいえ、我々には全く未知の深海に迷い込んでしまったようです。船長、バックアップのパワーが低下しています。酸素レベルも危険な状態です。エネルギーの消費を最小限に抑えろ。了解。潜水艇を浮上させる方法を急いで探すのだ。どうだ、浮上させられるか。ダメです。まだコントロールが回復していません。いや、お待ちください。何かが潜水艇を押し上げているかのようです。驚くべき現象だ。船長、潜水艇が戻りました。諸君、よくぞ無事に帰還した。